6分です。本日は気温が高くなっております。熱中症対策には水分補給が効果的です。喉の渇きを感じる前にこまめな水分補給を行いましょう。本日は気温が高くなっております。熱中症対策には水分補給が効果的です。喉の渇きを感じる前にこまめな水分補給を行いましょう。ここで本日の冠パートナー山口銀行プレゼンツハーフタイム抽選会の当選者の発表を行います。 J リーグ公式アプリクラブ J リーグよりチェックインキャンペーンでスタジアムチェックインされた方が対象となります。それでは皆さん大型ビジョンにご注目ください。まず A 賞スターティングメンバーサイン入り夏限定ユニフォームの当選者はこちら、おめでとうございます。続いて B 賞地域商社山口が送る必勝祈願山口のうまいものセットの当選者はこちら、当選者の皆さんおめでとうございます。当選者の皆様は本日試合終了後総合案内所までお越しください。繰り返しお伝えします。当選者の皆様は本日試合終了後総合案内所までお越しください。以上山口銀行プレゼンツハーフタイム抽選会でした。7月21日から8月20日に開催された全国高等学校総合体育大会ありがとうを強さに変えて北部九州総体2024にて野田学園高等学校女子テニス部、三谷高等学校成立部、柳井商工高等学校女子バドミントン部、宇部フロンティア大学附属香川高等学校男子柔道部が見事全国優勝されました。本日は宇部フロンティア大学附属香川高等学校男子柔道部の皆さんと令和6年度第21回全国中学生柔道大会2024 JOC ジュニアオリンピック大会で優勝された宇部フロンティア大学附属中学校女子柔道部の皆さんにお越しいただいております。ぜひ、イネノファも日本一になることを応援しています。今日はありがとうございました。